はい。お昼を食べてようやく自分の身支度をしました。今日はゆっくり過ごそうと思って、仕事の予定をそんなに入れてなくて、今日はねなんかまったりしようと思ってもなんか大丈夫なのかな、私こんなゆっくりしててっていう気持ちになっちゃうんですよね。ねえ子、ねえ子、そう思うよね。ねえおしっこ臭いの。エルね、あのおしっこを踏んじゃって、また踏んじゃっておしっこ臭い。お風呂入る？エル臭い臭いなんだけどね、この臭い匂いでさ愛おしいんです。今日は今から撮影をちょっとして、でその後も何もなくて、このままだとちょっとダラダラしちゃうだけなので、スーパーに行こうかなと思ってます。で、ウータンのそうおもちゃがまた最近ちょこちょこ細かいものが、ね、最近増えてきて、パズルとかそういったものが増えてきたので、それ用のケースボックスとかをダイソーに買いに行こうと思います。なかなかでも体が動かない、外暑そうだもんね。一応ね買うものはメモりました。あ、で最近楽天モバイルを契約ねしたんですけど、最近なんかいろんなとこで楽天モバイルって見るし、 CM でもやってるし、私の周りの友達とかも楽天モバイルに切り替えた人がすごく多くて、で気になってて、その友達に契約してみたいと思ってるんだけどって聞いた時に、なんといっても契約、その乗り換え手続きとか契約手続きっていうのがすっごい楽だよって言ってて、もう店舗に行かなくてもその eSIM 対応の iPhone だったら AI 簡単本人確認っていうサイトからウェブ上で手続きが済んで5分でねもう完了しちゃうので、それがやってみたらすごいなと思って、しかも簡単だし、契約するに今至るんですけど、本当にどれだけデータ量を使っても2980円以上にならない、本当にめちゃくちゃ安いし、あと通話も楽天リンクっていうアプリを経由して電話をすると国内通話はゼロ。毎月ねデータ量もそうだし、いろいろ積み重なって毎月すっごい高いお金を払ってて、もう私は仕事上ね結構データ量を使う量もすごいので、楽天モバイルのどれだけ使っても2980円のデータ量、そこでなんか節約できたらもっと毎月の金額がお金安くなるかなと思って契約してみました。あとね回線の速さとかが一番気になってたんですけど、ビルの下とかに行っても全然使えました。今のところスイスイ使えてます。そうなんですよね。よし行くか。今日のコーディネートはこんな感じです。ちょっとスーパーはね寒いので、こういうカーディガンを必ず着ていきます。このワンピースはリエルリシです。めっちゃ可愛い。スーパー行くときは D&D ルーカのエコバッグと、プリリーの iPhone チェーンポーチ、これにちょっとの現金と携帯とカード入れてます。そういう感じで行ってきます。なんだかんだもうウータンが帰ってくる時間になっちゃいそうです。久しぶりに韓国麺が食べたくなって買ってきました。我慢できなくておやつにこれ作っちゃいました。うわ辛そう、美味しそう。これがおやつって、美味しそう。いただきます。めっちゃ久しぶり食べた、美味しい。辛いもの好きの方は食べてほしい。これを食べたらちょっとだけ仕事をしてブータンを迎えに行きます。これ歌好きなさ。見れて。本当だ。本当だ。歌が好きなやつ。このオルアの大好きなこのお菓子です。よいしょ。YouTube 見ます。
タン用に取り分けておきます。クミンパウダーで、パプリカパウダー、チリパウダー、最後はガーリック。完成。ほどほどに頑張る日と決めた日の一日撮影してみました。で、動画の中で紹介した楽天モバイルについて最後ご紹介させてください。楽天モバイルは使った分で料金が変わるプランというのがあって、このプランはデータ使用量1ギガまでだったら0円で、3ギガまでだと980円、20ギガバイトまでだと1980円、20ギガバイト以上どれだけ使っても2980円というね、自動で料金が切り替わるというプランがあって、私はデータ量すごく使うのでどれだけ使っても2980円に収まります。とてもねお得だと思うし、携帯代がねすごく高いなとか悩んでる方がいたらぜひ検討してみるのもいいかなと思います。あとは iPhone XS 以上の iPhone を使ってる方は、乗り換え手続きもねわざわざ店舗に行かなくても簡単に、ウェブ上の AI 簡単本人確認というので本当に5分でね手続きが完了しちゃうので乗り換えるのも面倒じゃないと思うし、あとね楽天ポイントも貯まるんですよ。貯まったポイントとかもお支払いに使用することができたりとかね、楽天よくね利用する方とかもすごくいいんじゃないかなと思います。ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それではこの動画が少しでも良かったよと思ってくれたらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。